第2回のダイナミックファイトを迎えましたセミファイナルであります。赤コーナー右側が門海老所属の小林浩二、日本フライ級4位にランクされておりますご覧の選手。一方の青コーナーはタイ国のファーカムロン・ビボンチャイ、この選手は元 WBC のフライ級の第5位にランクされていた大変強豪な選手であります。10回戦これからご覧いただきます。赤コーナーが日本の小林、そして青コーナーがタイ国のファーカムロンであります。第1ラウンドの開始、黄色いトランクスがタイ国のファーカムロン、一方の手前のえんじのトランクスが小林浩二であります門海老ジム。最初のラウンド、小林浩二はサウスポースタイルが得意としております。一方のファーカムロン、これは世界に挑戦したこともあるという大変強豪でありまして、しかし1年間のブランクがあります。黄色いトランクス、小林が左のジャブを出しました。左のストレートを得意としております小林、左右の、コンビネーションブロー。とにかく小林はデビューしてから15戦12勝1敗2分けという大変素晴らしい成績を持っております。1敗というのが大阪帝拳所属の渡辺二郎に新人王の全日本の新人王の決勝で負けたというその1敗だけ、あとは全部勝っております。あるいは引き分け2つ、非常に成績のいいこの小林、足を使ってスピードがあります。赤物もですね、はい、まあ、あの世界ランキングに入っていただけあってですね、非常に、落ち着いてますよね。あ、よく見てますしね、はい、おっと、いい左ストレートですね。右のジャブを出しておいて左のストレートで相手を沈めるというそういうパターンが得意としております小林。左のジャブ、右のジャブから左のストレートを出そうというところ、ファーカンバンもじっと相手を見ております。左右のフックを出しますが届きません。ファーカムロン、左のいいパンチが出ました。左のストレート、ファーカムロンの顔面がグラッときました。ロープを背にしている小林、手前がファーカムロン、右のボディーブロー、これは入っておりません。接近してから左のストレートを打ちたい小林浩二。右のフック、これは軽いフックでした。リングの中央、右のストレート、そして今度小林です。左のストレート、いいパンチが入りました。しかしあまり表情を変えませんファーカムロン。いいパンチが入りました。左右コンビネーションブロー、ロープに詰まっているファーカムロン。小林左のストレート、様子を見て右のボディから上下上下とうまいパンチを繰り出してきます小林。ここで第1ラウンド終了です。放送席、第1ラウンドの採点は10対9で小林が取っております。第2回を迎えましたダイナミックファイトセミファイナルであります小林浩二とファーカムロン・ビボンチャイ。小林浩二選手は今まで負けたのが一つだけ、日本フライ級の4位。一方のファーカムロン・ビボンチャイは元 WBC フライ級5位にランクされていた強豪であります。さあ第2ラウンドに入ります。第1ラウンドは放送席の採点では小林がワンポイントリードしております。さて同じ一世の小林さん、はい、この小林浩二選手のボクシングなんですが左を得意としているんですがね、今のところ第1ラウンドいかがですか。はい、いや今のところはいいですね。それとあの左のストレートですね、はい、非常に
いい角度で当たってますからね。それからあの小林はですね、原田さん、はいはい、あのとにかく現在のところ日本フライ級4位なんですが、はい、当面の目標はと聞きましたら世界ランカーになることという答えが返ってきたんですがね、はい、その辺その世界を経験しているパーカムドン、はいはい、この試合で の, その収穫というものは随分あるでしょうね、はい、そうですね、あのやっぱりあのこのパーカムドンですか、はい、これを倒してですね、そしてあの世界ランキングにね、一つの足掛けですか、はい、やはり世界ランキング5位だったんですね昔は、はい、だからそういう意味でもこれ倒したいですね、そうですね、倒さなく勝ちたいですね、はい、まあ、そういった意味でも角エビジムとしては本当にこの小林に期待を寄せています。今日の試合はぜひ KO で勝ってほしいということです。その小林第2ラウンドに入っています。左のストレート、右の右から左、いいパンチです。ちょっとグラッときましたか。ファーカムロンロープを攻めしています。しかしファーカムロンも一方的に負けているわけにはいきません。ナイス。この辺はこの辺のブローはいい。左右の連続攻撃集中だ。さあ青コーナーに詰めた左のストレート、左のストレート、ただ小林君も不用意に入りますとね、はい、あのカムロンもですね、はい、あの左右の服がありますから怖いと思いますよ。そうですね、ちょっとあの小林君があの攻めた時にアンワン上がりますからね、はい、そのとこちょっと当たると怖いなという感じがしますね。まあその辺は世界ランカーだけ、あって十分に相手を見ていると思います。来ましたね、来た、来ました、来た、来た、来た、ダウンします。1回目のダウン、小林もだいぶ手応えがあったようです。ちょっとファーカムロンも足に来ているようです。これはもうちょっと危ない。KO 勝ち、2ラウンド KO 勝ち、小林浩二素晴らしい試合を見せました。これで世界への足がかり、十分に手応えがあったことでしょう。いや、それにしてもいいコンビネーションブローだったですね。そうですね、まあ、原田さん、小林さん、はい、これからのですね、はい、その小林選手の前途、これは本当に有望ですね。思いますね、はい、はい、あの攻めてた時ですね、はい、やっぱちょっと大きい感じがするんですよね、だからその時にアゴが出ますからね、はい、それはもう少し脇を締めていったら良くなるんじゃないかなと思いますね。あ、なるほどね、まあ、あのこの選手に関していろいろと小林さんと原田さんに伺おうかと思っていたんですが、2ラウンド KO 勝ち、この人はテレビの放送があるときはいつも KO 勝ちで、いい試合を見せますよというふうにジムの関係者は言っておりました。さて準備ができ次第松永アナウンサーに小林選手の声を聞いてもらいたいと思います。小林さん、おめでとうございます。危なげのないもう軽快なフットワーク、そして、連打ノックアウト、見事だったですね。今日は調子良かったですからね、はい、ビシビシ。相手が元世界ランキング入っているということで、試合前はどうだったんですか。多少相手は世界ランカーですよね、元だいぶ緊張気味だったんですけど、リング上がったらもうなんか吹っ切れた感じで、1ラウンド結構ジャウヤなんか当たったもんで、これはいけるなと思いました。かなり向こうはノーガードで誘ってるような感じもありましたね。そうですね、自分のボクシングできたようですね。なんとかできたような感じですね。まあ、今年の目標がですね、はい、世界ランク入りを狙うということなんですが、これで十分手応えあったんじゃないですか。どうですかね、これからだと思うんですけどね、まだ、どんどん練習して頑張っていきたいと思います。はい、わかりました。見事ナックアウトの勝利を収めました小林選手でした、どうぞ。まだまだというふうに本人は言っておりましたが、しかしその裏には、今年はやってやるという意気込みが感じられました。この KO シーンです。小林浩二は東京の葛飾出身で、まあ、小さい頃は江戸川べりでそのうなぎの子供などを取って遊んだという大変な江戸っ子なんですが、一つ頑張ってほしいと思います。小林浩二選手2ラウンド KO 勝ちを収めました。